こんにちは、アスルティアニュースの時間です。速報です。先ほどオルフェアの街を襲った悪魔ザイガスが冒険者ヒューガの活躍により無事撃破された模様で、犠牲者は幸い出なかったようです。今回悪魔の第一人者の忠則氏にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。大丈夫ですか？ご体調大丈夫ですか？優れないですか？絶好調。あ、よかった。これ悪魔大好きなので。そうなんですね。これはあくまでキャラ付けです。あ、悪魔だけに。そう。あー、うまい、うまいですね。今回の悪魔ザイガスはどのような存在なのでしょうか？そうですね、はい、難攻不落と言われています。難攻不落。どんなものにも攻め落とせぬ奴の異名は無敵要塞。別の世界ではそう呼ばれている。そこまで強い、悪魔だったなんて。ですが情報によると、確かヒューガ氏とヒューガ氏のペットの猫助氏だけで討伐された模様なのですが、それはね、はい、ヒューガ君と猫助君が強すぎたんです。そうなんですね。その伝説を超えるほどの強さを持って、つまり、はい、今後のヒューガ氏の活躍に期待しなければならないという、そういうことです。なるほど、そこまでだったとは私も存じておりませんでした。ぜひともヒューガ君には悪魔になっていただきたい。あ、悪魔に、悪魔的だって。最強の悪魔が生まれることでちょう。でちょう。わかりました。では悪魔がいるってことは天使もいるのでしょうか？天使はどうでしょう。どうでしょう。あ、私はあくまで悪魔研究家なので、はい、あ、そうなんですね。あ、でちょっと最後にもう一つ言っていいですか？ごめんなさいね。あ、すいません。忠則さんは実は悪魔だったりして。そんなわけはないでしょう。そうですよね。ところでこの後時間あります？あります。じゃあ、やめて、やめてください、忠則さん。放送は一旦ここで切ります。はい、ってことでドンユガです。今回もね、ドラゴンクエスト10続きからプレイしてきましょう。でガタラだ。そしてレベルは前回と同様、同じでござる。じゃあ行くか。そうだね、このガラクタ城だね。ここにいるやつに起源ブレームをもらいに来てるわけだ。なんでここの人が持ってんだろうね。蝶々いないのここ。まあいいや、行くか。うん、来たよ。来たよ。おい、あ。この人。天知る、地知る、人ぞ知る。うん。美少女怪盗ポイクリン。華麗に任務完了でございますわ。自分で美少女って言っちゃった。あら。ん？なに？え、俺？あれは？知ってるでしょ、俺のこと。待ってください。成長したわね、ポツコン。今日はいつもより47秒早いわ。おお、47秒。いつもそれより遅いんだ。それでは皆さんごきげんよう。チリも残さず、きれいに退散ですわ。チリも残さずね。うん。待て、ポイクリーン。ダーソン様の宝物返して。いやー。一回録画撮ってたから確認しよう。取った、よし、オッケー。なんで、あれ、とりあえず中入ればいいのか。お邪魔しまーす。お、プギーすげえ、小刻みすぎない動き。怖いんだけど。むきゃむきゃー、むきー、むきー。こいつに、人号返せねえか。そういうタイプ。怖い。やめて。お、落ち着いてください、ダッサン様。ポスコン。ああ、その方は怪盗ポイクリンではありませんよ。あ、てかさ、この上州ダストンっているじゃん。メダルオーナーの兄弟なんだよね。
そう、ね、この前逮捕されたあのメダルオーナーね。あ、どうも。いやなんですよ。そうですね、ダストン様。会話が成立している今ので。ポイクリンが盗んでいた緑の石板はダストン様が三日未満掘って見つけた大変珍しいガラクタでした。グモモモキーするなんてどういうことで。分かってるね。おっしゃる通りです、ダストン様。ポツコン、このガラクタ城ばかり3度も狙い、ダストン様のとっておきの宝物ばかりを盗むなんてひどすぎます。ポイクリンめ、一体何の恨みがあってこの城にばかり。ああ、こんな時チリさんがいてくれればあっという間に解決してくださるのに。チリさん、ん、なになに。お、いいよいいよ。お前対比なんだよ。はよ、チリとダストは埃じゃん、うん、でポイクリンはゴミをポイって捨ててクリーニングのクリーンだから。そういうことね。そうそう、あ、だからダストンと真逆の存在なんだよ。あ、いわば逆の存在なのか、ポイクリンって。なるほどね。てかそうだよね、チリ、チリ、そうなんだよ。てか一回俺会ったもん、ドルバームで。そう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 、絡めて、うん、チリソースじゃない。え、ちょい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 、他に思いつかないあんなやつの話はしないでほしいですね。もう娘でも何でもないんですから。王女だったからね、チリって。すみません、失言でした。あ、この方何かご用があるみたいですよ。めっちゃあるよ。キーエンブレムが欲しい。なんですって、フーガー。キーエンブレムなんて百に立たないものあげるわけないじゃない、フェフか。ダストン様、この方一人前の証を持ってらっしゃいますよ。一人前の証。きっとダストン様のようなガラクタ集めが大好きな同志の方ではないでしょうか。ん、何何、ん、同志やめて、この空間怖い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 。あ、何、うわ、そのぼんやりとした佇まい、紛れもなく本物の産休品。ひでえなと思うよ。今日からあんたはわしの助手、ポツコン2号です。出動です、ポツコン2号。なんとしてでもポイクリから緑の石板を奪い返すんですよ。怖い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 。ダストン様、ポイクリが消えたのは北東の方角です。こいつ本当にポツコンか。本当にポンコツか、こいつ。合点です。本当かよ。すごいな、ダストン様。ガラクタへのあふれる愛情をつけることもない情熱、僕も見習わなくちゃ。ポツコン2号さんでしたっけ。これからはダストン様の上司としてお互い頑張りましょうね。ダストン様はガラクタ集めが大好きでたまらないお方。それを手伝うのが僕らの仕事です。で、ダストン様のキーエンブレムと同じくらい役に立たない一人前の証を持っていらっしゃる、いらっしゃるならお分かりですね。一人前の証の意味を知らないのかな。一人前っていう言葉すら知らないのかもね。遅いですよ、ポツコ2号。まだこんなところにいたんですか。なかなかいい役立たずっぷりですね。ひでえ。さあ、町を飛び出し北東へ出発ですよ。ポイクリン追うんです。ひでえ言われようだよ。それを聞いて心を痛めない俺もすごいよね。だってにっこりしてるもん、あんだけ言われて。しかもこの立ち振る舞いだからね、浮いてるしね。で、ここに着いたらあれじゃね、ストーリー進むんじゃない。ああ、進んだ。懐かしいな、ここら辺も。もう俺通り抜けただけだもん、ここ。ん、あ、怪盗ポイクリン、あの姿は。足速っ。うお、洞窟行った。とうとう見つけたですよ、怪盗ポイクリンめ。遅いな、来るの。カルデア洞窟ならわしのゴミ箱のようなものは何がどうにどうなっているかわしには全部わかってますよ。ゴミ箱の中わかってんのか。先回りしてギャフンと言わせてやるです。ポツコン2号もついてきなさい。了解であります。ポツコンはちょっと言い過ぎじゃないかなと思うけどね。
ね。どこだ。よし、頼もう。頼もう。誰かいらっしゃいますか。いたね。まさかこれを見つけてしまうなんて。ん？どれ？あ、これ？あの人には悪いけど、こうするしかないわ。うわあ。私を追い出した人だけど、大切な人だから。チリさん、あら、あなたは確か以前ドルワームを救ってくれたヒューガって旅人さん。あ、この人はちゃんと覚えてた。どうしてこんなところに。誰だっけ、俺のこと覚えてなかった人。誰かね、俺のこと全然覚えてくれなかったのね。逆にやってもね。どうしてこんなところに。てかもう正体そっか、あの人に頼まれて私のことを追ってきたのね。残念だけど、緑の石板はマグマの中に捨てちゃったわ。もう二度と誰も手にできないように。あの石板はね、ウルベア地下遺跡の奥にある扉を開けるための鍵だったの。そっか。そんな石板が手元にあれば、いつかあの人は扉を開けてしまう。それだけはさせるわけにはいかないから。じゃあね、ヒューガ、あの分からず屋にもよろしく伝えておいて。バイバイ。一回ドルワーム帰ったのかな。なんかこの奥にも何かありそうだよね。めっちゃ頑張って撮ってるけど。うわー、すげえ。うおー、何やってんだこいつこいつやべえな。てか頭のあのカメレオンなんだ。そういえば全く気にしなかったけど、してやったりですよポイックリンのやつもまさかわしが壁に張り付いているとは思わなかったようですね。そんなこと考えるやつ誰もいねえよすげえな、すげえなこいつ。何ですかポスコン2号、そのしらっとした目は。はあはあ、なるほど、さっきのポイックリンの話を気にしてるんですね。ポイックリン、もう分かるでしょ誰が。この石板は残念ながら使えるものでしたが。なんだ。これを使って開けられるウルベア地下遺跡の扉の先にはきっとさらなるガラクタが眠っているんですよ。わしの勘は外れたことがねえです。この緑の石板ちゃんは必ずわしをガラクタの元へ導いてくれますよ。さあボスコ2号、ガタラに帰ってすぐに準備ですよ。オッケーめっちゃウキウキしてる。この奥行ってみてえな。あれ、戻された。あれ、まだいねえじゃん。ポスコン2号さんこのポスコン絶対ポンコツじゃないかんね。あれ、チリさんに会えませんでした。ちょっと前にここを出てったんですけど。相変わらず可愛かったな。僕と同じドワーフとは思えないくらいお前典型的なドワーフの顔してるもんねどこにでもいるドワーフの顔だもんね、ポスコン。チリさんというのはダストン様の娘なんですよ。とは言っても血はつながってないし、3年前の壮絶な喧嘩の末、親子の縁も切られてるんですけどね。ダストン様なら緑の石板を取り戻してきて、またすぐに出かけたって教えたら、チリさんすぐに飛び出していっちゃって、恋人いるの？とか、チリさんに聞きたいことはいっぱいあったのに、残念だな。多分無理だよ。多分ね。おそらく。そうでした。ポスコン2号さんに伝言です。伝言です。ダストン様がウルベア地下遺跡に来いっておっしゃってましたよ。早いな、展開。ウルベア地下遺跡はこのガタラの北西にある大昔栄えた国の遺跡で、何でもチリさんが捨てられてた場所らしいです。あー。ねえ。チリさん、あんなに可愛いチリさんを捨てるなんて許せませんよ、僕は。それで伝言の続きなんですが、ウルベア地下遺跡は町を出て西の山沿いに進んだ先にあるそうです。ただ入り口が少し分かりづらそうなので、最後は努力と根性で探し当ててください。それではダストン様を頼みましたよ。努力と根性というか、バシッポさんに頼むけど。あ、ブラシバシルルンポー、世界の果てまでひとっとびゅん。イエー。あ、で着いた。あなたはポイックリン。あの緑の石板間違いなく捨てたのに、どうしてあの人が持ってるの。あの人がもう超人っていうか、もう人という存在を捨てたというか、なんというか、まあそういう感じのあれだからだな。そう、そういうことで。
あなたヒューガ。そうですよ。毎回決め台詞と決めポーズやんだ。天知る地知る人ぞ知る。チャリーン。美少女怪怪盗ポイクリン、華麗に参上でございますわ。てか美少女っていう年だっけ。チリ、あれ、あ、美少女っていう年かもしんない。もしかしたらあれ確かさ、向こうのあれドルワームの王子、ラミザ王子だっけ、あの人が16か18歳ぐらいだったんだよな確か。でその妹だったと思うから、じゃあ美少女だな。合ってるわね。あー、こんなことしてる場合じゃないのに。お願いヒューガ、私に協力して。このままだとあの人はとんでもない過ちを犯してしまう。もうやろうとしてるけど、もう止められないところまで入ってると思う。実はね、この遺跡の近くには緑の石板でしか開けられない扉があって、その中には謎の古代兵器が眠っているの。あの人が古代兵器を目覚めさせてしまう前に緑の石板を奪い返さないと。急ぎましょうヒューガ、あの人はこの先を右に曲がっていったわ。そこから地下を目指せば追いつけるはずよ。了解。オッケー、行こうぜ。俺は車で行くけどね。オッケー、できたよ。あ、上に欠けてる、あそこあんな、あそこだ。てかドワーフきついだろ。おや、ポスコ2号じゃないですか。わしより早く来るなんて出来のいい女子は好きじゃないですよ。出来悪い方がいいんだもんね。む、何、どうしたんですよ。珍しく真剣な顔なんかして。まさか、さてはわしの石板ちゃんを横手にしに来たんですけど、ね、そんなことないよ。いいや、その目は嘘つきの目です。嘘つきさんの目ですよ。くー、なんてひどい人です。からくたづきを装ってわしを騙すなんて。あぴゃー、あぴゃ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 。やめて。え、はあはあ、わしとガラクタの中だけは誰にも邪魔させねえです。あー、取り出した。やめて、やめろ。あのくぼみに入れればいいんですね。頑張って。ああ、登ってるし、うわすげえな。すげえ、なんかすごい登り方してる。さあ石板ちゃん、わしを夢のガラクタ王国へ導くです。ああ、ダメー、ボイクリン、うわー、開いちゃった。うわー、まばゆい光が、あー、落ちたし。やったですか。やったね、開いたよ。うわ、すげー、間に合わなかった。なんかすげー、中がすごい、なんか超文明って感じがした。超文明って感じがしたわ。いえ、この先何があろうと絶対にあの人を守ってみせる。お願いヒューガ、あなたも力を貸して。オッケー。ま、敵なんてもう余裕のよっちゃんで倒せちゃうぜ。あ、これだね、すごい。あるだけで邪魔になるようなあんなろくでもないガラクタを見るのは初めてです。そう見えるか。ダメだよ、危ない、逃げて。それは恐ろしい兵器なのよ。そうだよ。うわー、やめろやめろやめろ。うわ、虜になってる。やばいやばい。あ、うわー、あー、やばいやばいやばい。あー、やばいやばいやばい。うおー、侵入者発見、侵入者発見、直ちに排除します。なんてこったです、ガラクタじゃなかったんですか。やばい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 。お父さん、あー、チリー、お父さんって言った。え、待って、うわ、うお、ギリチョンセーフ。え、うわ、あー、まあその顔見えなくても、お前はチリ。これは太古の帝国ウェルベアで開発されたウェルベア魔人兵、生身で勝てる相手じゃないわ。早く逃げて。あー、やばい、侵入者排除、排除。ポスコ2号、命令です。あの魔人兵を倒すんですよ。そしたら石板を奪おうとした罪は忘れてあげます。オッケー、よし、じゃ
強いでか。倒そう倒そう。うん、こいつの強ボスなんだかんだ強かった気がすんだよな昔。資料召喚いっか。なんかやっちゃうとなんか味気ない戦いになっちゃうけど、まあやろうか。やっぱやろう。よし、行け骸骨ども、お前らの力を見せてやれ。行くのだ骸骨どもよ。よし、行け行け。やばい、なんか怖い、なんか怖い、めっちゃ寄ってきて。資料覚醒術、うん、行け骸骨ども。あ、もう終わりよこれ。あ、もう終わっちゃうこれ。どうしよう。なんか俺見せ場、なんか、あ、これこれこれ、ここら辺やっとこう。え、やばい、相手がいない。あー、終わっちゃった。あら、はやー。ガルムがなんか泣いてる。あー、やった、猫好き49レベルになった。やった、33秒だって。はやあれ、なんかガタラのストーリー、なんかフクランドより、あの絵じゃねえ、あのプクレットの街より早くない。あ、オルフェアの街か。機能停止、機能停止、ウルベア帝国永遠なれ。あ、うわ、あー、ガッシャーンってなった。うわ、やった、でかしたですよ、ポツコ2号。魔人兵がガラクタに戻ったです。信じられない。喜んでる場合じゃないでしょう。死ぬかもしれないところだったのよ。自分の命が大事じゃないの。まさかそんな心配のためにうちから3回もガラクタを盗んでいったんですか。そうよ、だってくー、わしは自分の命なんかよりもガラクタの方がずっと大事なんです。命の方が大事だなんて甘っちょろい価値観にわしをはめ込まないでください。余計なことしねえでください。うわあ、なんで笑っちゃうの。うそ、今絶対変なこと言ったって。ガラクタが命よりも大事なんだ。あー、ごめん、そこまでとは思わなかった。まあそうだね、まったく何年わしと暮らしてたんです。あんたも意外と半人前ですね。うわ、やばい。あれを持ってこうとしてる。ねえお父さん、ウルベア魔人兵をガラクタにしてくれたヒューガに、俺にお父さんの持ってるキーエンブレムをあげたらどうかな。なんでキーエンブレム持ってんの。なんですって。あれはわしの命よりも大切なガラクタですよ。あれほど意味のない代物なんて。そうそう、お父さん知らないだろうけど、今世界中の人たちが名を挙げるためにキーエンブレムを求めているのよ。きっとヒューガもその一人だと思うわ。キーエンブレムを持っていると腕利きと認められ、王者や賢者様から頼りにされる時代なのよ。頼りにされる、うお、やめてください、そんな恥ずかしい目に遭いたくねえです。わかりましたよ、キーエンブレムはヒューガに譲るですよ。まったく、いつもわしの大切なガラクタに世紀の大発見だなんだなんだのと価値を見出して役立たずさを台無しにする。あんた本当に親不孝な娘ですよ。娘、ありがとうお父さん。あー、よかったね。そっか、ふん。さあ急いでここから出て。この部屋のことはまだ、ドルワーム王国にある王立研究院でもちゃんと解明できてないの。何かあるといけないから、緑の石板を私が預かるわね。ヒューガには、またお世話になってしまったわね。本当にありがとう。助かったわ。まあそうだね。あっちの、なんだっけ、もう名前忘れちゃった。クシャラミじゃなくて、クジャラマじゃなくて、なんかそんなやついたじゃん。あっちのボス。あれよりもやっぱ弱かった。ここを出たら必ずガラクタ城へも行ってね。お父さんがキーエンブレムのことを忘れてしまう前に。わかった。わしは一度ガラクタ城へ戻ります。あんな大量なガラクタ持ちきれないんで、ポツコンを連れて出直すことにしますよ。マジか、あれは完全に持ってくんだ。うん、それまだやるんだ。それでは皆さんごきげんよう。塵も残さずきれいに退散ですわ。じゃあね。もう名前わかっちゃってるけど。さあ、うん、あ、ポツコン2号さん、おお、よく来てくれましたね、ポスコン2号。一体何の用ですか。んナストン様、もしかしてポスコン2号さんは、キーエンブレムを取りにいらしたのでは。キーエンブレムって何ですか。さっき聞いたでしょ。ナストン様。ほら、以前大事にしていらっしゃった鍵の形をした紋章ですよ。ポスコン2号さんに譲るって。むむむ、何のことだかさっぱりですよ。知っているならポスコンが探してあげるですよ。はい、ナストン様。ダストン様はガラクタじゃないもののことはすぐ忘れてしまうんですよ。すげえな。
でも今回 は忘れるの早かったな。チリさんのことはなんだかんだ言ってずっと覚えてらっしゃるのに。ポスコン、そんな余計なことを言ってしまうやつはちょっと好きですよ。ありがとうございます。もうよくわかんないよこいつの情緒。あ、でありがとう。さあこれが黄色のキーエンブレムです。どうぞ受け取ってください。やった、早かったの今回のストーリー。やった、黄色のキーエンブレムを受け取った。よっしゃ、うん。でこれでここの9つだね。うん、9個集まった。よっしゃ、ポスコ2号、あんたはでただの出来のいいお人ですから、もうわしの助手じゃねえです。さあ用がねえなら帰ってください。だけどいつでもガラクタ城に遊びに来ていいですからね。お、結構いい人だな。結構いい人だった。やった、うん、やった。であと1個、じゃあもう1個取りに行っちゃおうっていう前に、はい、じゃあ今回ここまでにしようか。結構早かったねカタラのストーリーね。はい、ってことで、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。ありがとうございました。また唸ってるよあの子。